ちょっと日が回るのを待つ時間とかができたらすぐに、かかと落としをしていただこうということで、まあ、なんかしながらでもいいんですけど、一箇所どっかに捕まっていただきながら1、2、3、今つま先立ちしました、4で背伸びをしました、5でドーンと落とすだけです。1、2、今かかと立ちです。そして今向こうずねを強化してます。中高年になってくると女性も男性もここの向こう爪が弱くなるために歩く時に足がこうドロップし、つま先がドロップして畳のヘリやなんかに転んで大腿骨頚骨折っていうのを起こしてしまいます。それを防ぐために今こういうふうにつま先立ちをしました。ここを強化してます。そして3で今度はつま先立ちをします。つま先立ちをしているのはふくらはぎ、第二の心臓と言われているふくらはぎ、ここの血管をゴースト化すると小さな脳梗塞や認知症を起こすっていうふうに言われているので、ここで3で今つま先立ちをして、4で背伸びをして、で5でドンと落として、その衝撃が骨を強くします。女性は特に、中年になって一気に骨が弱くなっていく人がいますから、これは料理の合間にちょっと1、2、3、4、これを10回ほど、火が回ったらまたすぐ仕事に戻るということで、ぜひやってみてください。